公明党の南村義弘です。それでは議長の許しを得ましたので、通告に従い4項目7点について一般質問をさせていただきます。市民の市長さんをはじめ理事者の皆さん、よろしくお願い申し上げます。まず1項目目、ヘルプカードの促進について伺います。ある保護者より、私には自閉症の障害のある子どもがいます。この子どもがやがて一人で社会参加できるようになったときに、災害や事故に遭遇しても周囲の人が支援の手を差し伸べてくれるような町を作ってほしいとの声を聞きました。障害や難病を抱えた人が必要な支援をあらかじめ記しておき、緊急時や災害時などの困った際に提示して周囲の配慮や手助けをお願いするしやすくするヘルプカードを作成配布する動きが今広がりつつあります。ヘルプカードの意義としては、本人にとっての安心、家族支援者にとっての安心、情報とコミュニケーションを支援、障害に対する理解などが挙げられます。支援を必要とする人と支援を行う人を適切に結びつけることを目的として、つながりある地域づくりを目指すためにも、ヘルプカードの普及を積極的に進めていく必要があると思います。そこで2点についてお伺いします。1点目、ヘルプカードの作成配布の本旨の考え方を伺います。2点目、その効果をどのようにお考えになるのか伺います。次に2項目目、公明党が掲げる防災減災ニューディールの主張を反映した防災減災等に資する国土強靭化基本法が昨年12月4日に成立をしました。巨大地震などの大規模災害が発生した場合、壊滅的な被害を逃れるための政策大綱を決定し、防災減災の取り組みが本格的にスタートをしようとしております。今後は政策大綱をもとに、より詳細な国土強靭化基本計画を本年5月に策定する予定にもなっております。さらに同時期には、各自治体で地域計画の策定実施の責務などが定められていることから、地域の実情を踏まえて、災害から市民の生命を守るためにも、2点についてお伺いします。1点目、本市の計画策定は現在どのようにお考えになられているのかお伺いします。2点目、ソフト対策として防災教育の推進について考えをお伺いします。次に3項目目、読書意欲の向上についてお伺いします。近年活字離れが指摘される中、市民に読書に親しんでもらう取り組みの一つとして、読書通帳を導入する動きが各地で見え始めております。読書通帳を導入した地域では、借りた本のデータが読書通帳機に送られ、通帳を入れると借りた本のタイトル、貸し出し日などが記帳される仕組みとなっており、住民から好評な取り組みとして評価をされております。そこで2点についてお�伺いします。1点目、本市の読書通帳の導入の考え方を伺います。2点目、現在本市の読書への意欲を高めるため取り組みをお伺いします。最後に4項目目、施政方針について伺います。主要施策の第3の柱、
学校教育の充実について児童生徒の豊かな心を育てるには何が必要と考えておられるのか伺います。以上で最初の質問を終わります。よろしくお願いいたします。健康福祉部長。7番、名村義弘議員のご質問のうち、1点目のご質問のヘルプカードの促進につきまして、一括してお答えをいたします。ご質問のヘルプカードは常時携帯し、何かあったときに周囲に必要な支援や配慮を求めるための手段として、東京都で障害者や高齢者向けに作成されているものであると思われますが、このヘルプカードは東京都が定めた指針に沿って、都内の各市区町村が独自に内容を定めて作成しているものと認識いたしております。また、東京都のヘルプカードと類似する取り組みといたしまして、和歌山県、さいたま市、静岡市、京都市、広島市などにおきまして、防災カードやコミュニケーション支援ボード、ふれあい手帳など、名称や様式、内容など、それぞれ独自の取り組みをされているところでございまして、その地域内のみで対応されており、現在のところ、全国的に一般化されたものとなっておりません。以前、静岡県が介護マークを独自に作成し、運用しておりましたところ、厚生労働省が大変有用な取り組みであり、全国に広めるべきとして、全国に通知した例がありますように、このヘルプカードにつきましても、単に一市町村のみでなく、広域的に運用され、どこにいてもそのカードを提示することにより、カードを所持している方への支援や配慮の内容が、周囲の方々に即座に通じる仕組みづくりが必要であると考えるところでございます。また、すでに導入されている事例では、自らコミュニケーションを取ることが困難な方にとっては、このようなカードをツールとして活用し、さまざまな場面でコミュニケーションを取ることも可能となるため、つながりのある地域づくりへの一助となるものと思われるところでございます。導入にあたりましては、国や県などが名称、形式、内容、運用方法などの指針を定め、広範囲で統一した取り組みがなされることが重要であると考えられるため、本市独自での作成配布につきましては、県や近隣市長の動向も調査し、検討してまいる所存でございますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。議長、総務長。総務部長。引き続きまして、2点目の防災・減災等に資する国土強靭化基本法成立から地域計画の策定についてのご質問のうち、1番目のご質問の本市の計画策定はどのように考えているのかについてお答えいたします。昨年12月4日に防災・減災等に資する国土強靭化基本法が成立し、合わせて国土強靭化政策大綱が策定されました。基本法の基本方針といたしましては、人命の保護を最大限に図り、国民の財産、公共施設の被害の最小化、および迅速な復旧・復興を実施することとなっております。また、大綱の推進方針につきましては、大規模災害が発生したときでも、人命の保護はもとより、行政機能の確保や住宅・学校等の耐震化、生活・経済活動に不可欠なライフラインの早期復旧などとなっておりますが、現在のところ具体的な内容については示されておりません。また、現在国におきましては、第1次国土強靭化基本計画が本年5月の策定をめどに進められているところでございます。この基本計画を受け、都道府県及び市町村においても、国土強靭化地域計画を
定めることができるとされております。また現在大規模災害の危機感から国家プロジェクトとして防災イコール国土強靭化と打ち出されたところであり、具体的な事業内容は不透明であることから、地方公共団体において地域計画の円滑な策定が図られるよう参考となるガイドラインを作成し普及を図るとのことでありますが、これについても具体的な内容及び時期については示されておりません。よって市といたしましては、国土強靭化地域計画は第一次国土強靭化基本計画と整合を図る必要があることから、今後の国、県及び他市の動向を踏まえ検討してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育長。引き続きまして、2点目の2番目のご質問の防災教育の推進にかかる考えについてお答えいたします。まず学校における防災教育といたしましては、各学校では道徳や学級活動の時間などに阪神・淡路大震災や東日本大震災などから得た教訓を語り継ぎ、命の尊さや助け合いの大切さ、人間としての生き方、在り方を児童生徒に考えさせる授業を実施いたしております。さらに各学校園では警備及び防災の計画や学校安全計画を策定し、避難経路や災害時の職員の役割、連絡体制を明確にするとともに、発達段階に応じて定期的に避難経路の確認や訓練を行っております。また地域住民への防災教育につきましては、出前講座、地域の防災リーダー育成支援事業、新宮地域防災運動会など防災研修、防災体験を実施しており、合わせて自主防災組織が自主的に実施する防災訓練や消火訓練、頭上訓練、地域の防災マップの作成、防災に関する研修会などに対して自主防災組織活動助成を行い、自主防災組織の知識の向上を支援しております。今後も地震、津波などの災害発生時の園児、児童、生徒をはじめとする住民の安全確保に努めていく所存でございます。次に4点目のご質問の平成26年度施政方針についての主要施策の第3の柱、学校教育の充実における児童生徒の豊かな心を育てるために必要なことについてお答えいたします。児童生徒の豊かな心を育てるためには、まず道徳教育の充実が必要であると考えております。児童生徒の豊かな情操や規範意識、他者への思いやりなど道徳性を育成するため、本市では学校、家庭、地域が連携した道徳教育を推進してまいります。その中で各学校の担当教員と連携し、地域教材の作成や授業における地域人材の活用をさらに進め、心に響く魅力的な教材開発と授業研究に進めてまいります。次に体験学習の充実でございます。体験を通し豊かな心を育成するため、本市では小学3年生では環境体験事業、小学4年生では海に学ぶ体験学習事業、5年生では自然学校、中学1年ではワクワクオーケストラ教室、中2のトライアルウィーク推進事業を通して実施しておりますが、今後も内容を精査し、児童生徒にとって効果のある事業になるよう学校と連携を図ってまいります。さらに特別支援教育の充実を図るため、障害のある児童生徒と他の児童生徒や地域の方との交流及び共同学習を推進し、障害のある子ども、その教育に対する正しい理解をと認識を深めてまいります。これらのことを中心に教育活動全体を通して機会を捉え、児童生徒の豊かな心を育む教育を展開するよう努力して
いく所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育事業部長。引き続きまして3点目のご質問の読書意欲の向上についてお答えいたします。まず1番目のご質問の読書通帳の導入についてでございますが、読書通帳は利用者が図書館で借りた本の貸し出し履歴を記録する通帳であり、銀行などに設置する ATM のような機器と一対の利用形態をなすものでございます。すなわち図書館で借りた本の履歴を活字で記録することで読書意欲を促進し、図書館利用の活性化を図ろうとするものでございます。本市におきましては、本年度における図書館システムの更新に合わせて導入を検討したものの、高額な導入経費や設置場所の問題をはじめ、学校図書館図書室で借りた本や自身で購入した本の履歴が記帳できないこと、小中学生については義務教育期間中に100冊の本を読むことを目標とした読書100プラン事業において読書の記録を記入した独自のファイルを作成していることなどの理由により導入を見送ったものでございます。しかしながら読書通帳は子どもたちが読書に対する意欲向上につながるものであることも認識し、今後とも何らかの形で読書の記録を残す方法について検討してまいりたいと考えております。次に2番目のご質問の子どもを中心に市民の読書への意欲を高める取り組みについてお答えいたします。子どもの読書活動は単に知識を得るだけでなく、想像力、表現力、感受性を高めるとともに、人生をより豊かに生きるための力を養う上で極めて重要であり、本市ではこれまで子どもの読書活動推進のための環境整備を積極的に展開してまいりました。例えば7ヶ月検診時においては、来場した親子を対象として絵本や絵本リストを配布するはじめまして絵本事業や絵本の読み聞かせなどの講座を開催する一方、読書の楽しみを子どもに伝える子ども読書ふれあい事業、幼稚園での読書活動を計画的に行う仲良しブック事業、推薦図書リストの配布等、学校での図書館教育が家庭での読書活動につながる支援を継続的に行っております。今後とも乳幼児から大人までが読書を楽しめるような各年齢層に応じた事業展開の一層の充実を図り、子どもたちの読書意欲の向上や習慣化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願いを申し上げます。7番、名村義弘議員。それでは4項目目の学校教育の充実について質問します。昨日楠木議員から質問があり答弁をいただきましたが、私も全国的に、メンタル面が少し弱い子どもが増えているのではないかと、思っております。まあ、いわゆる心が折れやすい子どもが増えているのではないかなと思います。まあ、教育する立場のものもその時代において教育方法を変えていく必要があると思いますけど、その点はいかがでしょうか。教育長。当然その時代になった、あるいはいろんな方法で今の子どもっていうんですか、あるいは教育する教育を受ける者に対して十分そういうことは考えてやらなきゃいけないと思います。昔のままの教育、あるいは1世紀も2世紀も古い教育をやっとっては今日の時代に合わないということは認識しております。7番、名村義弘議員。昨日教育長より教師の研修が必要、またはコミュニケーション不足というような答弁もいただいておりますけど、まあ
何かあって教師が子どもから離れてしまうのではなく、ね、粘り強いその教育というんですか、根気強い教育というのがやっぱり先生方に求められていると思います。その点はいかがですか。校長。はい、まあ、今日教師のサラリーマン化とか、あるいは、時間から時間だけ働いたらいいんだとか、それは余分な仕事だとか、いろんなことを言われて久しいんですけども、私はやはり教師というその尊い仕事をですね、人を育てるという仕事はやはり今議員おっしゃったようにやっぱり粘り強さとか愛情とかそういうものを持ってしっかりこう人の前に立って、あるいは子どもと共に教育するという、子どもを教育するという、ね、そういうのは姿勢はぜひ持っていかなきゃいけないと考えております。7番名村義弘議員。そうして子どもと教師の人間関係ができて、やがて子どもが成人したときに初めて心の底からこう恩師と呼べるようなそういう関係ができてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、市長も昨日答弁していただきましたけど、使命感を持った教師を育てていくというような、ご答弁をいただきました。本当に期待して、しております。よろしくお願いします。それで、1項目目から3項目目まで、特にそのヘルプカードと読書通帳については検討していただくという答弁をいただきましたんで、たくさん の資料は用意していたんですけど、私の方の再質問はありませんので、これで終わります。